こんにちは。向田です。今日は最近よく Facebook で見かける 3D 写真の作り方を解説しますスマホカメラの 3D モードかポートレートモードで投稿することが多いものですがスマホ以外で撮影した写真もひと手間かけることで擬似的な立体写真を作り Facebook に投稿することが可能ですおっと 今回は自分のやぼな顔や、酒やけした音声ではなく、仕事でもお世話になっている TTS テキストトゥースピーチエンジンであるホヤのボイステキストという音声合成エンジンに代録させております。興味ある方はぜひ使ってみてくださいね。それではやっていきましょう。Photoshop を起動します。風景写真を用意します。 概念を理解するまでは、地平線が横一直線に見えるようなシンプルな風景写真が良いと思います。概念を理解し、慣れてきたら、建物や人物などが入った写真でも、もちろん OK です。まずは、この写真を準備しました。冒頭お話しした通り、シンプルな風景写真を選びましたので、一番奥行きがあるのが、地平線 であり、地上の手前側と空の手前側から地平線に向かって遠のくという考え方になります。まずは地平線を境界にしたエリアを選択します。この時、複雑な地形だったり建物がある場合には、クイック選択ツールを使って細かく境界線を描く必要がありますが、今回は概念を理解するものなので、 長方形選択ツールで水平線以下を選択します。まあ、大体こんな感じでしょうか。次に新規レイヤーを作成します。そして、描画色を設定。で、白が前面になるようにしておきます。グラデーションツールを指定します。 グラデーションのタイプを線形グラデーションにしてからグラデーションの編集をクリックするとグラデーションエディターが現れます。プリセット描画色から背景色へを選択して OK 下から水平線に向かって線を描きますすると下が白色、水平線が黒色のグラデーションが現れます次に選択領域を反転させますショートカットキーシフト コントロール、i を同時にクリックすると、今度は先ほど残された空側が選択領域に反転します。先ほどと同じように、今度は空側から地平線に向かって線を描きますと、同じように水平線が黒、空側が白のグラデーションが現れます。この状態を書き出します。ファイル、書き出し、書き出し形式、書き出し形式を すべて書き出し、で、JPEG ファイルを保存します。先ほど作成した JPEG ファイルが保存されましたね。準備が完了しました。この2つのファイルを Facebook にアップロードしてみましょう。 はい完了です。どうか参考にしてみてください。